安藤、えー、ロイドのクランクインおめでとうございますその記念すべき日に私はエキストラで参加させていただきましたえーそうなんだありがとうございます最初キャプテンから一言ご挨拶があったんですか拍手が聞こえてきましたよどんな挨拶をしたのか教えてくださいあの日のキャプテンすごい笑顔でしたねドラマのチームとも仲が良さそうで微笑ましかったです いや、あのー、そうですね。たくさんのエキストラの方たちに協力していただきまして。まあ、この千葉県のミミコも、その一人だったということで。本当に、あの時はたくさん、本当来てくれたなエキストラの方。うん、それで初日を迎えさせてもらったんですけど、挨拶したのって書いてありましたけど。はい、あのー、松島レ、えージ役、木村拓哉さんですっていう紹介していただいて、 でなんか一言お願いしますっていうふうになんか言われたので一言だったら本当に一言で言ってると思ってあのもうたった一言言ったりますっていう言葉だけでしたはいだから多分拍手が聞こえてきましたよっていうのはなんか挨拶を聞いた上での拍手ではなくてきっとその日曜夜9時 TBS アンドロイド、松島類弱、君村隆さんですっていう、その、なんか、あの、拍手だったんじゃないかな。みんな、スタッフが、うん。手を叩いてくれた、その瞬間の拍手だだと思いますよ。で、一言お願いしますの後の、よし、えー、とにかく、行ってあります。っていう、そのコメントの後には、なんかもうすぐ作業に入った覚えがあるので、 なんか、うん。もう挨拶はその一言だけです。はい。まあでも、そうですね、あのー、非常に今回、それこそ TBS の日曜夜9時の時間帯で、あの場所ですよ、だから。要は、あの場所で、こんなことやるんだっていう。 内容になってますので、撮影の手法に関しても何にしても、うーん、新鮮って言ったら新鮮ですね。だってロケ現場ですよ。スタジオじゃなくて。ロケ現場にグリーンバッグ持って行ってますからね。でっけえ、あの、緑の布を持ってかないと、まあ、その CG 合成の面だったりとか、もう大変なので、 うん。いやーもう、だから、なんていうのかな、編集が終わったものを目にするまでは、僕自身もどうなってるかが全然わかんないので、うん。だから一応この場では、こういうアクション、お芝居をさせてもらってるんだけど、その映像にこんなものを足しますんで、みたいな。 いいいろろ監督も考えていて、うん、だから出来上がんねえところ分わかんねえなっていう部分は非常に大きいんですけどまあでもそうですねあの今回のチームもなかなかのチームだと思いますよはいまあプロデューサーの上田さんはそうですねまあビューティフルライフだったりグッドラックでご一緒させてもらった人なのでなんか変な安心感ありますね やっぱりうん、ちょっと頭おかしいんですけどでも、あのー、なんだろうなあこの人じゃないとこういうこと思いつかねえなっていうまあでもそのある意味今回の作品はその極論ですね本当にもうこれ思いつくのはすげえけどこれを本当にやっちゃうのもすげえなっていうそんな内容になるんじゃないかなと。 今から思います。はい。あと、久々の、そうですね、10年ぶりかな一緒に現場を踏ましてもらう柴崎幸さんなんですけど、いややっぱり、10年という月日は、ね、一人の女性をこんなにも変えるんだなって思うぐらい、なんかね、グリーンスムージーとか飲んじゃったりとかして、お前何飲んでんのって言ったら、ああ、これ、 今朝作ってきたグリーンスムージーですってお前そんなの飲むやつじゃなかったじゃんみたいな <laughs> いやー本当にうんで相変わらずまつげ長くてな何、うん、だうのうのいいなこの野郎みたいな <laughs> はいいやーもうあの今回の役回りがそうですねあの松島礼二っていう キャラクターは、その、柴崎孝さん演じる、えー、安藤朝日っていう女性の婚約者なんですけど、まあ、あのー、クランクイーンの初日が射殺されるということをもう皆さんにお伝えしてるので、あ,あ、松島レイジは、あ,あ、そうなんだ。射殺されちゃうんだっていうふうに、まあ、それはもう皆さんに伝わってるじゃないですか。で、その後、ま、ロイドとして僕は作品に登場してきて、 まあ、ある任務を、あの、言い渡されたロイドなんですけれども、その任務の内容というのが、その、安藤朝日を、絶対死なせてはならないという任務なんですよ。うん。守りがいありますね。彼女は。うん。別にいいよ、この人。っていう人じゃないので、よっしゃ、守ったろか、みたいな気には、 ささせてくださります、ねはい、いやあのー、今日もですね朝7時から、あのー、表参道でロケをしてきたんですけどだからそこでもグリーンバック使いますからね表参道でグリーンバックですようんまあ非常に楽しかったですね今日も桐谷 ケンタ君もいて、あと、キいタにミレイちゃんもいて。何なんですか、彼女は。本当に、白い衣装に身を包んで、白い飲み物飲んでる、彼女は、な何なんだ、可愛いな、この野郎、みたいな。はい。いやー、今日の撮影も、はい、う結構、楽しかったけど、ちょっとね、 ちょっと一発やっちまいまして、いや、久々に、速攻アイシングしましたね。<laughs> <laughs> いや、あの、ロイドが、相手方の、こう、アンドロイドと、あの、ちょっと対峙するシーンがあって、そこで思いっきりアッパーカット食らうんですけど、まあ、そのシーンを撮影していて、バーンと、まあ、その後はちょっと、あの、500メートルぐらいすっ飛ばされますっていう、 台本には書いてあるんですよ。で、その、だから、すっ飛んでいく、その、ロイドの瞬間を撮りたいので、あのー、アッパーカットされるのと同時に、多少こう上にバーンとこう、リアクションお願いしますって言われて、あ、わかりましたって言って、あのー、まあ、一応その、なんていうの、クッションマットみたいなものは、 スタッフが用意してくれて、あ、まあ、このマットがありゃ大丈夫かと思って、んで、こう、バーンってなって、やーいあいって言って、相手のアンドロイドがこう、バーンって、ロイドにこう、アッパーカットした瞬間に自分がバーンって飛んで、リアクションして、で、怒ったんですけど、あの、あれっていうぐらい、マットの上じゃなくて、そのまんま、 地面にドスッと落っこって、久々に、あの、いや、息止まるねーっていう感じの、やっちまいましたね、今日。うん。まあ、家帰ってちょっと、処置をしないとなっていう感じなんですけど。うん。